なんだろう、パーツどれか一つが逆にすごすぎても、どれか一つがなんだろう、こう細かになってても、多分チャンピオンって取れないと思うんですよね、車として。それがそのいい意味で全てバランスよく整っていて、まあ、その一部でやっぱクラッチの方もその全てその車両のレベルに合わせたものだったり、ジムカーナでいうそのスタートの発進のしやすさとか、まあ、1分間の間にすごいいろんな動作があるので、それを全部違和感なく自分のその感覚の一部、もう体の一部として感じれるようなパフォーマンス、その違和感というところが全くなかったので、まあ、乗ってみて、あ、これはやっぱりチャンピオン取れるマシンだなと、僕もこれに乗ったら日本ジムカーナいいとこ行けちゃうんじゃないかな、錯覚するぐらい非常にあのクラッチ含めていい仕上がりになったと思います。まあ、なので皆さんね、まず1つ目チューニング、もちろん足もいいですしホイールもいいですけど、まあ、運転を楽しくしたいのであればぜひね、クラッチ、フライホイール注目して、まずそこのチューニングを試してみるっていうのもありだと思うので、ぜひ皆さん今後ねチューニングに悩まれている方はまずクラッチ、フライホイールを手にしてみるのもありだと思います。皆さんこんにちは、レーシングドライバーの上林雄介です。今回はクラッチの重要性についてです。まあ、あの本当にあのよくクラッチ交換する時とかって、まあ、パワー上げたりとか、あともともと大排気量の車にはまあ強化クラッチがいいよねとかっていう、まあ、お声とかを結構聞くんですけど、実際はですね、まあ、こういった86だったりとか、まあ、今街中で手軽に手に入るスポーツカーって